助言戦は中華民国の軍人。最初は北京政府の三党特軍、朝総省に属し、法天派の有力軍人であった。後に国民革命軍に転じている。字は、かつ客人。古北部美学堂、南京陸軍第四中学で学んだ後、南京の陸軍に加入した。武将機儀が勃発すると、 故郷に戻って革命派に加わり学生大隊,隊長に任ぜられている。南京に中華民国臨時政府が成立すると助言船は上海に赴いて幸福軍参謀に任ぜられ後に幸福軍騎兵丸々府県府評第一団団長に昇進した。1913年助言船はチャンス陸軍補助教育団主任編集に転じている。また 新京省にも赴いて、新京都督府参謀官にも任ぜられた。その後、女は、三島省へ移り、1918年、陸軍第六根成旅で英英町に任ぜられ、後に団長に昇進した。1924年冬、第二次、笹口火戦争では、三島特軍、長総省に随従して、館内に入り、三島陸軍第五旅旅町、第二十三支市長、 第六軍軍長と順調に昇進した。1926年10月、陸軍中将、勝井将軍となり、翌年7月には一等分虎将を授与され、8月には直令将軍無方便になるなど、法天派の有力軍人と目された。しかし、国民革命軍の北伐が進展すると、同じ湖北省出身者である何政府家氏の働きかけもあって、 助言戦は法天派を見限って起士する。1928年6月、第3集団軍第11軍団葬式に任命された。同年10月、軍縮に伴い第48支市,市長とされたものの、翌1929年11月に陸軍上昇区組を授与され、12月には第10軍軍長に昇進している。1930年夏に、 中原大戦が勃発すると、内逆軍第三軍団左次司令に起用され、その後も、第十六祖辞葬式、兵官十翼軍第一重隊指揮官を歴任し、小解析側の勝利に貢献した。1932年5月、助言戦は、湖北前将、清里忠だ主弁に任せられ、以後、主に我流率いる公軍の討伐に従事する。翌年月、 余学館総飛送部左次軍総司令に昇進し、1935年2月には学省側総飛送司令に転じた。同年4月、陸軍に急上昇を授与され、11月には中国国民党第5期中央執行委員となっている。1937年1月、第1予備軍総司令となり、6月には河口軍事整理委員会委員に任せられた。 日中戦争勃発後の1937年8月、第4予備軍副司令官に転じ、9月には第2軍団軍団長に任ぜられた。翌年1月には第26集団軍総司令兼第8戦区副司令長官に転じ、助手改正や武漢改戦などに参戦した。しかし武漢改戦に際して、北方戦線を担当しながら独断で撤退する。 軍機犯を犯し、小介石、理想人の激怒を買って、一時は西安で収監される。その後釈放されたものの、配下の軍は武漢海戦で日本軍に壊滅させられてしまう。失意の助言戦は、軍人からの引退を小介石に申し入れたが、一旦は最前線からの撤退に止められ、1939年5月、軍事参議院参議に改めて任せられた。 1945年5月、国民党第6期中央執行委員となり、翌年7月に退役した。1948年、立法委員立法委員に任ぜられる。国境内戦末期には、家中軍政長官公所副長官、湖北省党部主任委員などを務めた。内戦で国民党が敗退するとともに、女も台湾に逃れ、 立法委員や広北道協会理事長などを務めた。1960年11月11日農一決により台北市にて死去。去年75。ありがとうございます。